にちは、中村美香です。今日はリュウさんに髪の毛をやってもらいます。あなたのベストヘアドレッサー、リュウヘアアーティストだよ。じゃーん。今日は美香ちゃんの髪の毛を、今髪の毛ブリーチ5回してるので、本人の、悩みとしてはちょっと髪の毛くすみやすいね、ちょっとくすんでる感じがあるの。くすみがあんま好きじゃない、イエローのこの色が嫌なので、気になるよね、このイエローとこう緑がかかった感じ。ブリーチ豪快してるね。ね、すごいですね。すごい。でも髪質めっちゃいいの。髪質も天使。髪質もすごくサラサラだから、あと髪質サラサラの人こそ、もうこのビデオ見てる人わかると思うんだけど、いい髪質こそ色がすごく入りやすかったりとかくすみやすいの。だからデリケートにこうカラーを入れてあげないとすぐ暗くなっちゃう。で、本来だったらブリーチ豪快はもう僕ぐらいの明るさできる。これぐらい。この髪14回してるけど。すごい。はい。で、今日は1回、雰囲気的に、全体ハイトーンで、ミルキティの方が、より美香ちゃんのこの肌の透明感がさらに際立つので、なので今日はそういった、シンプルなダブルプロセスで、実際にまずブリーチをして、で、緩やかなグラデーションで毛先を少し明るめなイメージ、カラーのね、知識も美香ちゃんに話しつつ楽しみです。はい、そういったビデオをね、していきます。皆さん楽しみに。さっき言ってたように髪質すごい繊細なので、しっかりとケアしながらブリーチをすることによって髪の毛にツヤを与えることができる。そうオキシとか、そういうパーセンテージ間違えるだけで、もう全然手触りが違うの。きしみやすい。もし違ったこうオキシとか、その配合を間違えちゃうと。これをあればもうこうやってコーミングしても全然大丈夫。見て、例えば今ブリッジって基本乾燥するじゃん。コーミングされるとコーム通らない感じするじゃん。ローラーが回ってるから。すごい。でもスムーズなの。ツヤが全然違う。すごい、もう明るくなってきた。明るくなってきたね、ブロンズの。明るくなってきた。自分のサロンは開いたのは何歳ぐらいの時なんですか？若い。そう。早くないですか？はいはい、います。そう。すごい。ね、ちょっとなんだ、情熱一本ね。うん、とりあえずやっちゃうみたいな。21は日本の美容歴史最年少。そうなんだ。すごい。で、今ブリーチを塗り続けて30分で、だいぶ抜けてきたよね、この緑の感じがなく。ただね、まだちょっと抜きが甘い。ここら辺とかちょっとオレンジが強いの で、毛先に関してはもうトリートメントたっぷりと乗せてるから全然今大丈夫、綺麗ね。で、この中間にはたっぷりと乗せる必要がある。中間すごい、でも引っかかってない。ね、引っかかってない、全然。ブリッジしたのに。バッチリ。で、今ここが目元が新生部で綺麗になって、で、このオレンジのところが残留色素がで、毛先が明るいので、なんでトップするときは毛先をもう本当につかないように透明感を持たしつつ。この根元の薄付けで、ここのオレンジのところを中心に薬剤塗っていきます。
わお。今はこれ普通にカラーを流して、ちょっとシャンプー台で、まあ、こういう感じで、うんうん、まあ、乳化で5分間して、うん、すごい綺麗に、ね、入ったね、うん、さっきまでのちょっとまとみのある感じだけど、うん、でここからさらに透明感を出すように、うん、この強国の、うん、ピンクパープルシャンプーで、うん、そう全体につける。すごい濃いめなので色素がちょっとこう赤っぽい感じ、うん、だから補色としてちゃんと効果が、うん、いい匂いね、いいよね、うん、ミルクティー、そうミルクティー、今ほんのりとちょっと、うん、ラベンダーのような色だけど、うん、これで乾かすともうその色が熱によって蒸発されて、うん、透明感のあるミルクティーになる、うん、これでそうで、これでまず前髪はちょっと前に持ってきて、うん、今からカット、まあボブスタイルだとねすぐやっぱ後ろがね伸びてきちゃうから、うん、後ろ向き、簡単にハイトーンカラーが楽しめれる。しかも手触りめっちゃいいよね、うん、もうツルツルですごいツルツルサラサラだよね、ブリーチしたとは思えないぐらい、うん、本当に綺麗です。あとこの後ろ、まあ、最初はねちょっと後ろ、まあ、伸びたから、なんかボブスタイルはやっぱ後ろ結構伸びが気になるの、うん、後ろも綺麗にしてもう360度綺麗なボブスタイルをすることによって、まあ、ファッションも楽しめれるし、でなおかつ、まあ、後ろの首筋もすごい綺麗に見える。なのでぜひね、まあ、このハイトーンでボブスタイルっていうのをね、まあ、イメージにしたい人はこれを参考にやってみてね。じゃあまたみんなこのスタイルに関するコメントだったりとかぜひ高評価もお願いします。まあ、今回は、ミカちゃんとのコラボ動画になるので、ミカチャンネルでも同じような、同じじゃないか、まあ、ミカチャンネルでも今回の動画を、載せます。じゃあそちらもねぜひチェックしてね、お願いします。お願いします。楽しかったね。楽しかったです、ね、ありがとうございました。ありがとうね。イエーイ